どうも皆さんこんにちは、こんばんは。体操競技でオリンピック目指します宮地です。本日ミヤチューブ更新していこうと思うんですけども、今回はですね、前回コールマンのスローモーションの司会をですね皆さんにお届けしたんですけども、鉄棒の伸身のムーンサルトの折り技のスローモーションの司会を皆さんにお届けしようかなと思ってます。今回もですね、画面酔いに気をつけながら映像を見ていただきたいなと思ってるんですけども、前回のコールマンのスローモーションの動画でですね、自分はコールマンができなくてどういう司会を見てるのか気になってたんですけど、宮地さんのコールマンのスローモーションを見て自分がイメージしてたコールマンと一致していて、貴重な動画ありがとうございましたっていうコメントとかいろいろいただけたので、僕の方も嬉しいなと思ってます。他にもいろいろスローモーションを見せていきたいなと思ってですね、今回は伸身のムーンサルトをお見せしたいなと思うんですけども、ちょっと僕の伸身ムーンサルトって他の人と違ってて、ドラゴンサルトみたいなことをなんか誰かに言われたんですけども、なので他の人が見ている伸身ムーンサルトの視界とはちょっと変わってくるんですけども、僕が見ている伸身ムーンサルトの世界を皆さんにお届けしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。
動画どうだったでしょうか。新進ムーンサルトの世界、皆さんにもご覧いただけたかなと思ってます。なんでああいう新進ムーンサルトをしてるかって、高校時代に着地止めっていうのがあって、着地って動いたら減点なので絶対に止めなきゃいけないっていう練習が、体操競技にはあるんですけども、普通の新進ムーンサルトを僕もしてたんですけど、着地が止まらなかったんですよね、全然。で、なんとか練習を終わらせたくて、だったら早くひねり切って床を見ちゃえばしっかりとした着地ができるんじゃないかと思って、僕はそういう練習というかそういうひねり方を始めていったんですけども、なので今見てもらった新進ムーンサルトのスローモーションは最後しっかりと多分床面が見えていたんじゃないかなと思ってます。実際演技してても最後着地床しっかり見えてるので、基本的に試合で動くことはほとんどないですかね。もう動いたら僕失敗だと思ってますので、鉄棒の着地は絶対決めれるような練習を普段からしっかり頑張っているつもりなんですけども、僕の新進ムーンサルトには一般の人から見たら結構賛否両論があるというか、ちょっとかっこ悪いよとか、いやこれかっこいいでしょっていう意見が分かれてるので、いろいろ言われても着地を止めるためにはああいう新進ムーンサルトを僕するしかないので、しっかりとやっていきたいなと思ってます。できればですね、内村航平選手みたいな新進ルドルフで毎回着地を止めるっていうことをしたいんですけど、新進ルドルフを演技の最後に持ってくるってなかなか難しいんですよね。やっぱり体力的な面で僕も最後新進ムーンサルトしか現状もできていない状態なので、東京オリンピックに向けても新進ムーンサルトをしっかりと着地を止めていくって練習をこれからも積んでいこうかなと思ってます。今回の新進ムーンサルトの司会とても面白かったよって思った方は高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。他にもこれからいろんなスローモーションの動画とか上げていきたいなと思ってますので、ぜひこれからもミヤチューブご覧になってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。